どうもこんにちは、こんばんは、白地ゆやです。プロスピー2020スタープレイヤーモード佐々木選手、続きやっていきたいと思います。皆様ぜひともお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。本日の動画はですね、6月13日の横浜戦、そしてもう1試合プレイしていきたいなと思います。2軍成績こんな形でございます。10試合に登板して0勝3敗、防御率 2.75 と未だに勝ち星がないという佐々木選手でございますが、なんとかね、今シーズン中に勝ち星を上げていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。練習に関しましてはですね、こちらでございます。スタミナ、第一フォーク、コントロール、第一カーブ、変化球特訓を、しております。なんとかスタミナがね、いいまで上がったんですが、なかなか5回まで投げ切ることができてない状況が続いておりますので、一刻も早くね、スタミナが D ぐらいまで上がってくれたらなという形でございます。はい。で、第一カーブもね、こんな感じでございます。まだ上がってないですかね。フォークもコントロール F のままという形でございます。練習強度に関しましては、毎回お伝えしているんですけども、1年目ということもございますので、疲労が 10% 溜まりましたら練習を休みにして、 0% になりましたら普通に練習という形を取らせていただいておりますので、ご了承いただけたらと思います。はい。調子もね、前回が絶不調だったかな。で、なんとか不調まで、持ってくることができたので、今回の動画しっかりと、調子を維持しつつ、普通ぐらいまで持っていきたいなというところではありますかね。はい。ランニング設定に関しましてはリリース、取得中でございます。ベストピッチを投げることにプラス2、はい、経験値が残り72ということで、今日の動画でもしかしたらうまくいけば取れるんじゃないかなというところでございますので、頑張っていきましょう。では横浜戦6月13日やっていきましょう。今のところね、2軍でじっくりというね形になっておりますので、しっかり、基礎能力とかを上げつつね、また1軍デビュー、1軍復帰、できるように頑張っていきたいなと思います。まあね、初登板ではもうひどいね、1軍デビューを飾ってしまったので、なんとかしっかり2軍でね、調子を上げつつ、基礎能力を上げつつ頑張っていきましょう。おロッテが先制点を取ってくれました。この調子でしっかり5イニング投げ切ってね、初勝利を挙げたいとこなんですが、調子がね、不調というところもありますので、どうしてもやっぱ基礎能力も少し下がっては、しまっているので、難しいところであるんですけど、なんとか今はね、調子をまず戻すっていうところを意識してやっていきたいなと思います。さあ行きましょう。今日のリリースの調子はどうですかっていうところなんですが、もう早速、はい、2球ミスりましたね。2球ミスりましたが、お森くんがいますね。桐蔭学園の高卒1年目ドラ1ルーキー森くんとの直接対決やっていこう。ドラ1対決ですが、森くんに持ってかれていく長打コース。さあツーベースを打たれてしまいました。なんと1球目の外角低めのストレート、あそこまで持ってかれましたね。さあ、じゃあサークルチェンジあたりも使ってみようか。さあ2-3、これはおー、ファーボールか、マジか。ということで、なんとノーアウト1塁のピンチですね。3番中井選手は送りバントの構え。ここはどうだ、サードじゃないの、サードじゃないの、今の。嘘。そっか、まあね、2塁ランナーがいるんでね、3塁はちょっと後ろにいるというところで、なんとノーアウト満塁で4番オースティン選手。オースティンさんがなんとこの2軍にいますね。さあ2ストライクはもうちょっと高めインハイ行こうか。ベストピッチですが、ボール、ではスライダー、オッケー、素晴らしい。ということで、まずはね、ワンアウト4番オースティン選手から、オッケーオッケーオッケー。いやー、ちょっとあれ送りバントもったいなかったですね。ランナー2塁いるからね、3塁手はちょっと後ろ目にいるっていうところなので、ピッチャーが取りに行かないとというところだったんですが、2ストライク、こうわちょっと甘すぎたか、大丈夫、6-4-3のゲッツ、オッケー、素晴らしい、ナイス併殺だ。うまくね、フォークだったかな、低めのフォークを打たせて内野ゴロゲッツ、素晴らしい、もう一番いい形ですね。ノーアウト満塁のピンチをなんと佐々木投手初回抑えることができました。もうこれはもうタイピンついていいでしょうっていうねぐらいでしたね。
さあ2回いきましょう。しっかりこの回も抑えていきたい。さあ2ストライク1ボール、ここはじゃあちょっとボール球でもいいかな。惜しい、まあ、いいコースには投げられてるんですがね、今日は。さあもう一球じゃあスライダーで OK、 ベストピッチ素晴らしい。ちょっとねやっぱね、コンディションも良くないというところでリリースがちっちゃいんですが、2-3か。そしたらストレートでいこうかな。ストレート外角低め、ちょっと甘いけど OK、 ちょっとリリースが早かったんですが2アウト。さあしっかり押さえていきましょう。 2-3、 ここはじゃあスライダーでいこうか。ちょっと甘いけど OK、 いやこの回はしっかりね、下位打線3者連続三振ということで素晴らしい。いいです、いいですよ。さあこのままいきましょう。さあ、ロッテ打線は2点目を取ってくれました。さあ石川選手、石川選手も2軍にいますね。2ストライク2ボール、ではフォークボール外角低め OK、 ストライクからボールになる球ですかね。 OK、 素晴らしい。結構三振は取れてるな。ですがやっぱりスタミナがね少ないので、コンディションもね悪いので、ちょっと5回までは厳しいですかね。さあ森くん、さっきストレートね外角踏まれたので、ちょっと内角でいこうか。しかも森くん絶好調だな、絶好調か。サークルチェンジ、いやストレートいこうか。じゃあ インハイに思い切ってボール球でもいいよ。おお、いいコース、ベストピッチですがこれは外れていく。ではサークルチェンジ外角低めに、甘いか OK、 タイミング合ってない。さあそしたらちょっと球数もねあんま使いたくないので、ストライクからボールになるフォークで振ってくれ。ちょっと甘かったか K ファル。じゃあもう1球、インハイ高めいこうか。ボール球、うわいいコース、さっきと同じコースじゃない、さっきと同じボールですね。さあどうしようか。そしたら、スライダーでいこうか。スライダーインコース低め、うわまずこれもボールか。いやちょっとなんかね、やっぱ同じドラ1、そして高卒っていうところもありますんでね、意識してる部分もあります。 2-3、 さっき打たれた、外角低めいこうか。ストレート、そうですね、さっき打たれたけど厳しいコースに OK、 素晴らしい。あ、見逃せばボールっていう球でしたがね、しっかりとリベンジ果たしましたね、森くんに対して。いやー今日の動画のタイトルはこの森くんとの対決かな。さあ2-3、2ボール、ここも抑えていきたい。OK、 素晴らしい。桑原選手も2軍にいますね、横浜は。OK、 とりあえずこれで3回を投げ切った感じかな。どうでしょう、4回か3回か。さあじゃあ4回裏のピッチングいきましょう。素晴らしい、チームは3得点目ということですが、ちょっとスタミナがそろそろ厳しくなってきたよ。やっぱ4回までかな、この感じでいくと。ちょっとベストピッチも出しづらくなってきたな。なんかちっちゃいな、もうリリースがすごくちっちゃくなってきた。ちょっとインハイ高めいこうか。ボール球、あーリリース失敗。サークルチェンジ内角低め、ちょっともうちっちゃいな、リリースが、リリースちっちゃい。 OK、 とりあえずワンアウト。この回は頑張って投げ切りたいですね。さあ4番オースティン選手、怖いバッターだ。さあワンストライク1ボール、さあこれはどうだ、ファルか。これはさすがに取れないかな。OK、 ツーストライク。そしたらインハイ高め思い切ってボール球振ってくれ。おお、ベストピッチを振っていく。そしたらまたボール球フォーク OK、 素晴らしい。ちょっとスタミナ切れもあってリリースがちっちゃくなってきたんですが、ベストピッチで三振を取ることができました。さあなんとかこの回投げ切りたい。お、いいねいいね、ベストピッチのちょっといい感じになってきたよ。あー、おお、言ったそばからね、言ったそばから失敗するという。さあこの回はちょっと抑え、あーストレートになっちゃった、甘いか。お、素晴らしい、これはストライク取ってくれましたね。ということで、いや今日はねめちゃくちゃいいピッチングじゃないですか。なんで5回も投げさせるね、もう変えていいでしょう。 2-3、 いやもうスタミナ切れですよ、きついですよさすがに。ベストピッチ出せる、おー出せるね、 OK。 さああと2人投げ切ればプロ初勝利でございます。まさかまさかの来るか、もうスタミナはもうないよ。佐々木朗希選手のスタミナはもうライフはゼロよ。 2-3、 また 2-3 か。じゃあ低め、ベストピッチですがこれは落ちるか。いやーちょっとやっぱ球数投げてますね。
もう交代かな。交代ですね。まあでもね、コンディションが悪いなりに、しっかり投げ切ってくれたんじゃないでしょうか。はい、チームは5対0で勝利と。いやでも一番ね、ここまでの動画で一番いいピッチングができたんじゃないですかね。結果見ていきましょう。佐々木投手4回3分の1を投げて、球数81、安打、被安打3、奪三振10、四死球が1と。いや奪三振の数がやっぱりね多いので球数がねどうしても増えてしまうんですが、あ、コンディションも調子に、普通に戻った、素晴らしい。 OK、 お、1軍昇格までもう少しということで、2軍でじっくりから2軍で存在感、素晴らしい。これでね、徐々にあのコンディションとかも上げていければ、スタミナもねいい感じになってくるので、5回までいけるんじゃないですか。まあ、コンディション安定しなければいけないんですが、さあ6月15日のコード見までとりあえずいきましょう。とりあえず2軍で存在感になったのでね、しっかり結果を残しつつ、なんとかねもう1回ね1軍に戻って、1年目プロ初勝利を挙げたいところなので頑張っていきましょう。お、スタミナが41に乗りました、素晴らしい。さあ先発交流戦が終了と。さあ自由行動日ですね、そろそろリリースの経験値が獲得できるので、また新たなねちょっと、欲しいので小島投手いきましょうか。まあ、内角攻め、そして球持ち持ってるので、あ、球持ち取りたいかな、いきましょう。そしてコンディションも上げたいので一旦食事でいきましょうか。食事で OK、 コンディションが好調。そして小島選手が、スロースクリューを覚えましたと。はい、まあ、特殊能力ではないですがいいでしょう。そしたらですね、ラーニング能力獲得、まあ変化球とかも取ることはできるんですが、今回この球持ちでいこうかな。あ、球持ちもベストピッチを投げることにプラス2なんだ、なるほどなるほど。じゃあ球持ちのちょっとランニングリストをね登録していきましょう。リリースが獲得できたら設定していきたいなと思います。まあ調子もコンディションに戻ってきたのでね、疲労も 0% になったので、まあ疲労回復っていうところはさっきのね、選手交流で食事に行くことでコンディションも上げて疲労も取れるというところが分かっておりますので、まあ、そこら辺もうまく使いつつやっていきましょうか。なんとかね1年目のシーズンでスタミナをね D まで乗っけたいとこなんですが、ちょっと難しいかな、頑張っていきましょう。さあ1軍のねロッテはどんな感じなのかもねちょっと最後に見ていきましょうか。疲労が 3%、まあ、疲労が 10% になったらね、先ほどもお伝えしたんですが、ちょっとね 休憩というか練習を休みにしていきたいと思います。まあ、2年目以降はねちょっとずつ変えていこうかなと思っておりますが、まあ、1年目ということもありますのでね。さあ疲労 4%、 しっかり練習もできてますからね。さあ次はジャイアンツ戦ですね、プレイしていきたいと思います。オールスターゲームはこんな感じですね、素晴らしい。ロッテ投手陣がね結構選ばれてますね、1軍の投手陣はいい感じですね。野手が誰もいない、荻野選手しかいない、野手陣頑張ってほしい。さあ6月20日のジャイアンツ戦いきましょう。コンディションもね好調に戻ってきたので、まあいい形で5回まで投げ切ってね、プロ初勝利、まあ、2軍戦も初勝利ということでね、飾っていけたらなと思います。相手投手はメルセデス投手ですね。まあメルセデス投手もねもう1軍で通用する選手ですから、なかなかメルセデス投手から点を取るのは難しいかもしれませんが、2軍のロッテ打線に期待しましょう。若い選手がいますから、藤原君とかも今ね今日スタメンで出てますから、さあやっていきましょう。まあ、前回ね4回までいいピッチング見せてくれたので、11試合を投げていまだに0勝3敗とね勝ち星がありませんが、防御率はね安定しているのでね。さあ行きましょう。山本選手 2-3、 ここはじゃあストレートでいこうか。コンディションも上がってね、久しぶりの好調で迎える試合ということなので、この試合でコンディションを崩さないように気をつけていきたい。さあ石川選手 OK、 あんまりベストピッチをねちょっと失敗しないようにしたい。おお見送るか、そしたらストレートインハイでいこうか。ちょっとベストピッチャー出てませんが、まあいい形でしょう。さあ落ち着いていこう。
おっとこれは、うん、危ない危ないファール。ちょっと早かったかな今、ちょっとリリースのポイントが。いいですよいいですよ、球も走ってるよ。フォーク、うん、フランカースライダーじゃちょっと甘いけど、おこれはどうだ、ショートオッケー、詰まってショートゴロー、オッケー。とりあえず初回はしっかりと三者凡退。さあ2イニング目いきましょう。さあお2ストライク、球数もねやっぱしっかり抑えつつね投げていきたい。ああ振らないか、振ってほしかったな。そしたらインハイ高め、オッケー、ベースピッチ素晴らしい、いいですいいですよ、結構三振も取れてきてる。さあ2ストライク、ここもじゃあボール球フォークでね、フランカースライダー、ベストピッチがちょっとコースが甘かったかな。じゃあインハイン高め、ちょっと甘い、大丈夫詰まってる。サード安田選手、オッケー佐藤、今日は5回まで投げ切る気持ちでいくよ、頑張っていくよ、みんなよろしく頼むよ。中国人みたいになってるけど大丈夫かな私。いやもう将来ねロッテは楽しみな若い選手たちが多いのでね、ここはじゃあスライダーで、ちょっとコース甘いですがオッケー、しっかりとここも三振を取って2回も三者凡退。さああとは打線が点を取ってくれることを祈りましょう。さあ俊太さん、タクルチェンジちょっと使ってみよう、ちょっと甘いけどオッケー、タイミングをずらしてワンアウト。結構やっぱ三振を取っちゃうとどうしてもね球数が増えちゃうんですが、しっかり打たせて取るピッチングもしていきたいんですが、ここはどうだ、じゃあオッケー、危ない危ない危ない、フィールディングもねしっかりやっていかないとね、フィールドプレーですから、自分もね野手の9人目なんで、守備の9人目。さあ打ち上げて、これは取れるでしょう、外美樹選手、ここまで被安打0、素晴らしい、しっかりと三者凡退で来ております。お4回、しかもロッテが1点を取ってくれました。さあうわーどうしよう、2、3か、スライダーで行こう、ちょっと甘いけどファールボール、そしたらインコース低めストレート、ベストピッチじゃないけど、おお粘るね、そしたらサークルチェンジ、インコース低め、ベストピッチじゃないけど詰まってファースト、オッケー、ワナトウ、しっかりベースカバーも忘れずにね動いていきたいと思います。さあワンセイクワンボール、石川選手、ちょっと甘いコースには投げたくないけど、これは加藤選手オッケー、いやーベストピッチねの分あんま伸びなかった感じかな、なんとか。さあ松井選手絶好調、ちょっとタイミング早かった、オッケー、ストライクからボール、フォーク素晴らしい。とりあえずここで4回しか投げ切って、さあ5回、ここね球数も65球といい感じに抑えつつあるので、プロ初勝利いきたいよ、甘くならないように気をつけたい。OK ベストピッチ素晴らしい、うわいいコースやけどな、惜しい、あんまこの回球数を使い切りたくない、リリースがちっちゃくなってきたか、 OK、 さあ5回投げ切ろう、頑張ろう、あと2人や、さっきもここで降板されたんや、なんとか投げ切りたい、リリースはちっちゃくなってきたが頑張ればいける、 OK、 インハイ高め、ベストピッチ素晴らしい、振ってくれた。さああと1人、頑張ろう、とりあえずここね投げ切ればね、あとはもうチームがリードした状態で試合が終われば初勝利見えてきたよ皆さん。2軍戦ですが、山下選手打ってくれ、オッケー、これ取れるでしょ、レフト藤原選手、オッケー素晴らしい、ということでしっかり初5イニング投げ切ることができました。この回も行くか、行きますよね、ヒット1本も打たれてないしね、いやヒット1本も打たれてないんですが、もうスタミナがね、もう佐々木朗希選手のライフはゼロよ、パート2ですよ、もう素晴らしい、なんとか抑えつつあるが、さあ下位打線田中選手から、怖いなリリースがちっちゃいな、さあここはセカンド松田選手、オッケーワンアウト、
まだね、しかもチームも1点しか取れてないので、これもう追いつかれたら終わりですからね。うわ、ノースリーか。やばい、リリースちっちゃ。うわ、もうリリースちっちゃい、めっちゃちっちゃい。やばい。スタミナもうない。きついよ、これ。インハイ高めいこうか。オッケー。ちょっと甘すぎたんですが、コースが。もう交代かな。うわ、まだ行く。まだ行きますか。カウント 2-2。そしたらちょっとここはね、1球フォークで。リリースがちっちゃいが OK、 素晴らしい。いや、6回を投げて被安打0、もうさすがに降板でしょう。あとは点取られないでお願い。 OK。 あ、しかもなんとすごいパーフェクト リレーですね。被安打0に抑えてる。うわ、これは素晴らしい。しかも初勝利です。ありがとうございます。2軍戦ですがプロ初勝利、しかも被安打0の状態で、しかもチームもね、パーフェクトリレーで被安打0に抑えてくれました。素晴らしい。見ていきましょう。佐々木投手は6回を投げて、球数が95球、奪三振10という完璧なピッチングでしたね。素晴らしい。まあ、今日のね動画2試合見ただけだったらもう1軍でも使いたいレベルなんですが、まあちょっとなんとしてもちょっとね、基礎能力が低いので何とも言えない。素晴らしいですね。フォアボールもないから完全試合ですね。完全パーフェクトリレー、素晴らしい。いや、完璧ですよ。しかも全員から三振取ってますね。素晴らしい。さあ、ということで加藤選手のホームランがなければというところでしたが、佐々木投手は6回を投げてすごい無安打ですからね。これもう即1軍とかはないですよね。さすがにやめてね。今はまだ2軍でいいよ。ということでコンディションも絶好調、そして、リリースも獲得しました。素晴らしい。さあ、ではでは、リリース獲得いたしましたので、まずはラーニングね。次、球持ちですね。こちらを狙っていきたいなと思います。では一旦6月26日の休日までいきましょうか。さあ、いや、今日の動画は佐々木選手の今までの動画の中で一番じゃないですかね。一番のいい操作ができた気がしますね。なんでやろう。素晴らしい。前もってね、別に投球練習をしてきたわけではないんですが、危ない危ない危ない。行動日来たので、そしたらですね、人物交流いきましょうか。安井さんの指導力、ちょっと2つ目のスキルをもらいに行きましょう。はい、そろそろ疲労が 10% になりそうですね。さあ、休日。さあ、あとは休日26日よっていう感じかな。操作して今日の動画は終わりにしたいと思います。で、最後にね、1軍のロッテの、ちょっと順位なんかを見て終わりにしていきましょうか。いやー、今日はちょっと素晴らしすぎたな。 OK、 グッズ収入も獲得で、給料日来ましたね。アイテムショップちょっと見ていこうかな。まあそうですね、疲労をちょっとやっぱ取りたいので、高級ウォーターベッド300万円も買いましょう。はい、休養時の疲労回復効果がアップと。はい、まあ、カジュアル腕時計とかはまだいいかな。まあ、そのうち練習設備とかもね、ちょっと買っていきたいんですが、今はとりあえずいいでしょう。ちょっと疲労を取るっていうところをね、意識して。いや、今日はちょっと素晴らしすぎましたね。これは私もちょっと久しぶりの動画だったんですが、もう嬉しい状態でこの動画を終わらせられそうです。さあ、さあ6月26日の休日で終了でございます。はい、というわけで、本日は、ここまでにしたいと思います。次回ですね、6月27日のライオンズ戦、そしてもう1試合かな、って感じですかね。もう7月に入りますね。2軍成績、12試合に登板して1勝3敗、防御率 2.14 と、プロ初勝利を今回の動画で上げることができました。ありがとうございます。素晴らしい。やっと勝てましたね。やっと5イニング。まあ、コンディション好調でギリギリかな、投げ切ることができたというところでございますかね。はい、そんな感じでございますので、最後とりあえず確認していこうか。はい、あ、ロッテは3位、いや3位ですが、すごいね、ゲーム差が。楽天とソフトバンクが結構離れてる感じですが、楽天強いね。素晴らしいな。はい、
まあ、日ハムとの差は3ゲーム、なんとか今シーズンしっかりねクライマックスシリーズ圏内に入りたいなというところですが、オリックスがすごいね、ゲーム差 24.5、 うわー結構離れてますね。まあ、まだ正直、3位は分かんないかな、ロッテ、日ハム、西武っていうところかな。はい、まあ、楽天、ソフトバンクはもう決まりでしょう、ほぼね。なのでしっかりと今シーズン3位圏内に入ってもらいたいなというところでございますね。はい、というわけで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメントいただければ私の動画のモチベーションにもつながりますので、お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。ではまた次回のプロスピー2020スタープレイヤーモード佐々木選手でお会いしましょう。またな、お疲れ様でした、ありがとうございました。